もご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフチャンネルのたけしです。今回紹介するのはですね、僕の体験談なんですけども、英語の喋れない、メカニックですねが、海外の職にこうポンとついたら一体どうなったのかと、ちょっとそのことについていろいろお話ししていきたいと思います。最初の1年が多分一番僕にとって濃かったと思うんですよね。まずですね、別の動画で上げてあるんですけども、なんで僕がニュージーランドに行くことを決めたのかっていう動画があるんで、もし、そちら見てない方いらっしゃったら、そちらもちょっと見てからの方が、この話のね流れがわかるんじゃないかなと思います。で、僕ですね、2007年の9月にニュージーランドにこう初めてワーキングホリデービザを使ってですね、こちら来まして、唯一できたニュージーランド人のドリフト仲間ができたんですよね。ライアンと友達、その彼の行ってる壮行会に僕が参加して、旗振りとかでね、手伝いに行ったんですよね。でその時に彼の車を借りて初めてニュージーランドでドリフトして、で実際ドリフトし終わった後に理性のいいおじちゃんに声かけられて、なんかすごいガツガツだったんですね。僕はニュージーランド にあの競技車両を持ってきてて、ドリフトをやりたいと。で、来たばっかりで、車メカニックとか、あと板金の経験はあるけど英語のスキルがないと。もしそれでもよければもうぜひ仕事させてほしいって話をしたら、もう明日見に来いって話をされて、実際その次の日ですね、壮行会の次の日、10月1日ですね、行ったんですよ。初めてこのハミルトンの地に来ましてですね、そしたらそこがですね、もうびっくりする場所だったんですよ。あのね、もう僕にとって夢のような状況だったんですね。で、板金塗装屋さんを営んでるんですけど、それだけじゃなくてドラッグレース、あの 400m をどれだけ速く走れるかっていう競技をずっとやってらっしゃった方で、その彼の出してるタイムがもうとんでもなくって、6秒台とかなんですよ。 400m6 秒台。何をやってるかっていうと、もう フルパイプフレームみたいな車で、エンジンがビッグブロックの V8 でスーパーチャージャーがついてて、あるもうとんでもない化け物マシンだったんですよ。でそんなの操ってるドライバーだったんですよね、僕は話してたのが。で会社の社長でもあって、でその人がうちで仕事してほしいなんて言ったら、もうね、本当願ったり叶ったりなことないですよね。その時はまず驚いたのは会社の大きさですね。本当に立派な会社で、しかも中入ってみたら、ただのね板金塗装やってるだけじゃなくて、古い車のねカスタムペイントとかエアブラシとか、あとエアロパーツの造形、本当ね一から作っちゃうような、そういうメタルワークをやったり、ファイバーグラスのワークやったり、カスタムペイントやったり、そういう会社だったんですよ。でしかも裏には別のワークショップがあって、そちらでその彼が運営してるそのレーシングチームのですね、その04を6秒台で走っちゃうような、ドアスラマーっていうね種類なんですけど、一応ねフレームはあって、ロールケージが組んであって、前後がパイプフレームになってると。エンジンの中がこうバラバラになっててみたいな、そういうスペースがあって、でしかも彼の持ってるトレーラーがすごかったんですよ。トレーラー、これ車が2台とか入っちゃうんですよ。車3台行けますね。本当にあのトレーラーヘッドがあって、後ろにこうでっかい箱車ですね、箱車のトレーラーで、工具とかタイヤとか全部その中に入る、コンプレッサーとかテントとか。それでいろんなコースのドラッグレース会場に行ってる人だったんですね。もうね、ほんと目から鱗で、いやもうぜひここで働かせてくださいっていう感じだったんですね、最初は。ただやっぱ英語の問題があったんで、なかなかね意思疎通が取れないことが多かったんですけど、良かったのは相手がめちゃくちゃおしゃべりで、僕が分かってようが分かってまいが、何でもかんでもとりあえずこうブワーッと言ってくると。僕が完全に分からないから、逆に多分何回言っても、気にしないから、向こうにとっても多分都合良かったかもしれないですよね。でしかも僕住む場所もなかったんで、どうしたらいいって話をしたら、じゃあこの会社に住んでくれということになって、社長はね一度結婚して子供も大きかったんですけども、今離婚してて、その時はねこう離婚してて、会社の中に住んでたんですね。会社の2階にリビングエリアがあって、シャワーも2つあって、トイレも2つあって、もう完全に住む場所が2つあったんですよね。で、そっちの大きい方に社長が住んでたと。で小さい方空いてて、なんかトレーニングスペースになってるから、たけしちゃんここ住んでくれよなんて言われて、もう願ったりかなったりですよね。そこで働きながら、僕は住むお金もかからないで、しかもドリフトイベントはそれまではトヨタカムリのね1992年製の車ですよ。マニュアルでステーションワゴンでこう引っ張ってたのが、突然そんなトレーラーで移動することになっちゃって、イベントに参加するのは全部会社の経費みたいな形で、宣伝活動の一環としてできることになったんですね。
それはその時はね、一番多分お金を使わなかったんじゃないかなと。趣味をやりながら仕事させてもらって、で仕事終わったら自分の車をそのガレージで、そのすごいレーシングマシンが隣にある横で自分のシルビアをいじったりしてて、まあ本当いろんなことがありましたね、その間。まずね、現地の職にそのままこうポンと入ったもので、実際ね、僕板金塗装の経験はあったので、作業自体はそんな大きくは変わらないんですよ。こうドーリーとあのハンマー使ってハンマリングしたり、こう電着してこう引っ張ったりだとか、あとはまあフレーム集積使ったりだとか、そういった作業は基本的には一緒だったんですね。一番困るのがこの人たちとの、ランチタイムですね。まだね、車の目の前にして何かこう話してる時っていうのは、身振り手振りだったりこう指さしたりしてるんで、話の内容がなんとなく入ってくるんですよね。あのランチタイムになるとですね、ちゃんとね食堂があって、そこでみんなでご飯食べるんですけど、そうするとまあテレビがついてて話しながらご飯を食べてるんですけど、僕そこの現場が本当に苦手で、なんでかって言ったら、作業してる時の会話と違って、あの車のこと話してると思ったら、突然前の日の夜の、あのテレビのね話題とかになったり、でそっからなんか俺の彼女がさみたいな話になったりして、もうねその会話のトピックですよね、もうバンバン変わるじゃないですか。もう普通に考えてバンバン変わるでしょ、そんな何人もで喋ってたら。でただね、僕としては英語がもう分かんなくて、もうダンボみたいな状態でこう聞いてるのにもかかわらず、そんなにトピックがねもうバンバン変わられたらもう全然分かんないですよ。なのに、でさたけしどう思うとか、なんかいきなりこうパッて振られるんですよね。多分気を使ってね聞いてくれてるんだと思うんですけど、こっちとしてはもういつその不意打ちというか分かんなくて、もうちょっともうね常にこうしながら聞いてて、それ2回ぐらい言い直されても僕全然分かんなかったんで、あーいつ OK みたいな感じでこう流したりしてて、まあでもねそんな日が続いたり、あとはまあ社長ともう四六時中一緒にいるわけですね。朝起きてからもう今日はこれとこれとこれの作業やってほしいみたいなことを、まあバババって言われて、また分かんないんで僕全部書いて、じゃあこれでいいみたいな、そうすると、あ、こうじゃないスペルはこうじゃないとか、この車じゃなくてこっちだよとか、いろいろこう言われたりして、まあ仕事終わってからも一緒ですし、もうね本当に英語漬けの生活で、日本人のコミュニティなんて一切なかったので、本当にねそれから10ヶ月間ぐらいはスカイプで電話する以外日本語を喋る機会っていうのはほとんどなかったんですよね。はい、まあ、それでもね面白いことにホームシックにかかったりっていうのがなかったんで、僕は本当良かったですね。その間にこうどっぷり英語に使って、学校も行かないのになんとかだったということなんですね。僕がですね、あとニュージーランド人しか働いてないところでこう働き出して、その驚いた点っていうのが何点かあるんですね。もうね休み時間が多いんですよ。休み時間、僕日本にいた時はだいたい朝9時に始まって、それはね板金塗装屋さんではなかったんですけど、朝9時から始まって、早く終わって夜の10時11時、10時に終わったらすんごい早いイメージで、10時11時12時ぐらいがまあだいたい平均で、で遅いなっていうと、まあ、2時とか最長で3時半ぐらいまでした仕事したことあるんですね。まあ、そういう日常だったもので、実際ニュージーランド来てみて、まあ、働いたら就業時間8時からだと、まあ、で10時に15分間休憩がありますと、15分間、昼30分、ちょっと短めですけどね、ちゃんと30分あると、今度また3時に休憩が入ると、3時に休憩が入って15分、もうそこから4時からはねほとんどもう片付けに入ってるんですね。片付けて片付けて、もう着替えて4時半ガチャンってやってさっと帰るっていうね、これでいいのかな本当にと思って、働く文化が全然違うなと、肌で感じた出来事の一つですね。そんなことがあってですね、本当に面白い経験がいっぱいできまして、ただ最終的にですね、そのモータースポーツにお金突っ込みすぎちゃって、その会社潰れちゃうんですけどね。ワーキングホリデービザが切れる3ヶ月前に無職になっちゃったんですよ。本当にそれもやばくって、もうその頃まだ全然帰るつもりなかったのに、会社がそうやって畳むことになっちゃったんで、結果的にその最初のとこで働いて、いろんなつながりが、ハミルトン市内のね車業界でつながりができたおかげで、ワークパーミットの延長できて、その後永住権取れて、今となってはこの隣に住んでるそのミッチェルレースエクストリームの社長の会社で働くことができたんですね。こんな感じでですね、まあ僕ニュージーランド来てから最初の1年で本当いろんなことがあったんですけど、大変な人だったんですけどね、いろんなこと振り回されちゃった人がいたんです、社長がいたんですけど、その人がいたおかげで今のこのハミルトンの生活があると思えば、もう全然ね
もう素晴らしい、本当ありがとうございますですよ。またね、このニュージーランド在住のドリフターってところを生かして、これからもですね、面白いニュージーランド関係のネタだとか、あと DIY 系の作り物だとか、あと僕のガレージ紹介だとか、そういったのをね、これからもやっていきたいと思いますんで、いいね評価と、あとチャンネル登録よろしくお願いします。あとはですね、何かコメントあればお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもー。